はい、ちくわでーす。今回はね、タウンスターというゲームをやっていきます。このゲームはね、どういうゲームかと言いますと、まず自分の土地をね、どこにするかを決めて、そこに町を作っていきます。で、まあ畑やね、牧場とかを作っていって、町を大きくしていって、で、そのね、収穫物とか、あとは加工したものをね、まあ売って、それで稼いだお金を使って、さらに町を大きくしていくと。それで町を大きくすると、ゲーム内のね、ランキングが上がって、ランキングが上位に行けば行くほど大きく報酬をもらえると。というゲームになっております。で、このゲーム私パソコンで今プレイしてるんですけど、スマホでもプレイすることができるようです。ただ、アプリというものはなくてですね、ブラウザの方から入っていただいて、プレイする必要があります。まあ、とりあえず早速プレイしてみますか。なんで、プレイナウと。これは OK で大丈夫でしょう。はい。そうするとね、このような街というか世界が広がっています。結構広いんですよね、こう、ほら、わーっと広がると、こんだけの広い大陸が広がっていまして、このね、点々としている人、これみんなこれ人なんですよ。誰かしらが作った街がこうあって、で、みんながね、こう街を作って、こういうところで街を作っていると。で、結構固まってる印象がありますね。多分ポツポツといる人が少なくて、多分人気のある場所とか、多分あの街を発展させやすい場所とかがおそらくあるんでしょうけども、まあ、あとはなんか多分このプレイヤー同士でね、多分交流とか、なんかこう、材料とかの交換とかっていうのに多分、人がね、集まっていた方が有利なのかもしれません。なので結構人がね、固まってる印象があります。で、まあね、最初はどこに町作ったらいいのっていうことかと思うんですけど、ですね、このね、土地にも特徴があって、まずこの辺タップしてもらうと、フォレストと出てきます。フォレストっていうのは森ですね。で、森は木とか池がたくさんあるのが特徴で、序盤は結構ね、木を大量に使います。こう、町を作るにあたって、まあね、建物を作ったりですとか、いろんな施設を作るのにも必ず木が必要になりますので、まあ序盤にはね、その木があるっていうのはかなり有利かもしれません。まあ、ただ、デメリットとしては、もともとある木をね、切るのにも結構なお金がかかると。お金というか、まあ、ゲーム内のね、通貨ですけども。で、次がこの辺をタップしてもらうと、こちらがプレーンと、はい、書いてあるんですけども、プレーンっていうのは、まあ、平野ですね。平野の特徴は、まあ、牛とか羊が食べる餌をね、生み出す牧草地がいっぱいあります。で、平野なんで、あんまりね、障害物がないっていうのも特徴で、障害物をね、壊すときにも必ずお金が発生しますので、障害物があまりないというメリットがあります。なんで、初心者の方は、まあ、この平野、プレーンが一番おすすめかもしれません。で、もう一個あるのが、砂漠ですね。こちら、砂漠にもなるんですけど、はい、デサートと。こちらが砂漠になりまして、こちらはね、ちょっと上級者向けのようです。池とか木が全くなくて、でね、結構邪魔な障害物、サボテンとか岩とか、そういうのが結構あって、それをね、除去するのにも、まあ、お金がかかると。まあ、なんで、この砂漠でプレイするのには、ちょっとこう上級者向けの土地となっております。なんで私はですね、とりあえずまあ、森か、まあ平野かぐらいでプレイしたいなと思ってるんですけど、どの辺にしようかな。多分人が多分ね、周りにいた方がおそらく何かしら有利というかやりやすいかなと思うんで、この辺にしようかな。ではこちらに決定しますので、イエスと。町の名前はちくわ町でいいか。ちくわ町で OK と。で、こちらも OK でいいでしょう。
はい、そうするとね、このような街が広がっておりまして、今ね、ほら、おっちゃんが頑張って、なんか荷物を運んでいます。で、自分の地形をこのようにこうバーッと広げると確認することができまして、で、ほら、先ほどね、私がこう選んだ地形のような感じになってるの分かりますかね。こう外がね、海が広がっていて、で、こちらの左下の方をクリックしてもらうと、はい、今の私のね、いる場所がこう世界地図として表示されます。で、これと同じような地形の風な感じに自分の、はい、地形もなっているということですね。まずは簡単に画面の説明をしますとですね、まずは、まあ、こちらはね、自分が今持っているお金24,950ドル、これドルかな円かな分からないけど、まあ、とりあえずこのお金を持っています。で、こちらですね、今この50って書いてある、この人のねマークで50って書いてあるのは、これ今実際こちらで、このほら1個ずつこのなんかこのメーターが減ってての分かりますかね。これポチッポチッと、またほら1個減った。で、これが全部減るとこの50ドルかながかかります。これ1個ね、もう1回減ると、こちらが24,900になるかと思います。もうすぐ変わるかな？はい、変わりました。今これは、このね、このおっちゃんの人件費です。このおっちゃん今、この50円で、こんだけがっつり働いてくれてるんですけども。なので、あんまりですね、初めの段階で、このね、いろんな作業員をこう増やしてしまうと、このコスト、人件費がかかってしまいますので、あまり一気にこちらのね、作業員の人を増やすことはお勧めできません。次に、こちらですね。これが、要はガソリンですね。で、ガソリンはこちらの方に溜まっておりまして、こちらがね、フエールストレージっていうのかな、フエールストレージで、今こう40個のガソリンと書いてあります。で、このガソリンっていうのは何に使うのっていうと、ガソリンはね、今この頑張っておっちゃんがこの作物穀物集めてくれてるのを、こちらのトラックをタップしてもらって売ると。で、そうすると今ね、おっちゃんが作った小麦か、この小麦を売れます。10個単位で売れますと。で、バンコクとかクアラルンプール、香港に、まあ、売りさばけるんですけども、まあ、どれもね、値段は同じなんで、まあ、一番近いところ、1分7秒で行けるところに売りたいと思います。セルってところをクリックするんですけども、その際にガソリンを1消費しますよってことですね。なんでこれでセル。はい、そうするとガソリンと小麦を10個積んで出発します。で、これでね、今あの小麦を売ってきてくれているという状態です。で、これは今こちらにね、秒数がどんどん減ってってると思うんですけども、こちらが0になったら、このね、売りに行ってる人が帰ってくるということになります。で、あとは、こちらが木材ですね。木材の今9個持ってますよ。で、これが先ほどの小麦か。小麦の貯蔵してる量になります。で、こちらがですね、ずっとおっちゃんが運んでるところ、こちらがサイロというところで、小麦をこう集めておけるところ、小麦とか食料を集めておけるところがこちらのサイロ。こちらは20個まで集めることができます。で、あと木材ですね。こちらがウッドシードというところで、こちらはね、木材を10個まで保管しておけるというところになります。はい、今ね、トラックで、帰ってきましたんで、こちらタップすると、はい、お金がもらえます。で、お金をもらえるのと同時に、このね、星が今10個もらいました。このスター。で、このスターをね、どんどん稼いでいくと、ランキングが上位に上がっていくと。で、ランキングを上位に上げれば上げるほど、どんどんね、稼げる報酬が増えていくと。で、他にもね、このスターを集めることで、こちらの女の子のことをタップしてもらうと、
こちらがデイリーチャレンジ、まあ、デイリークエストですね。その日のクエスト。なんで、今日は星をね、500個を貯めるとデイリークエストクリアということになります。あとはまあ、これはあんまり使わないですかね。なんかこのイベントリーって書いてあるんですけども、なんかアイテムとかスキンズとか書いてあって、これはおそらく、なんかこう NFT とか、有料のなんかものを買った時におそらく操作できるものなのかもしれません。ちょっとすみません。この辺ちょっといまいち分かってませんけども。で、一番基本的に使うところは、あとはこちらですね。こちらをクリックしてもらうと、お店とかね、いろんなものを開けます。こう、ぶどう樹とかパン屋さん、ケーキ屋さんとかっていうのをいろいろね、設置できると。で、下にいろいろとカテゴリーがありまして、農場ですとか、あとは牧場。で、あとは地形というところで、まあ、道路を作ったりですとか、池をね、設置したりと。あとは工業用というところで、建築労働者とか、燃料貯蔵庫とか、オイルポンプとかね、こういうものを作ることができます。あとはトレードですね。別のね、貿易用の桟橋を作ったりですとかもできると。こういうことですね。で、はい、今ね、またおっちゃんが、このね、頑張って小麦貯めてくれたんで、もうこれ小麦、ほら20個集まってるんで、おっちゃん今小麦持ってきてくれたんですけど、爆発しちゃいましたよね。なくなっちゃいました。なので、この溜まってきたものはまたすぐにこちらの方で売ると。で、小麦10個を売ってきてくださいと。はい。この繰り返しになります。で、実はですね、私、この町、3個目になります。で、なんでっていうと、結構ね、この町づくり難しいんですよ。このね、まあ、おっちゃんが頑張って、このね、小麦を栽培してくれたりですとか、木こりの家を置くことで、木を切ってくれるんですけども、なんで、この木とこの小麦は大体集まってきます。なんで、あと欲しいものは、やっぱガソリンなんですよ、このガソリン。ガソリン今ね、初め40個あったんですけども、今2回ね、運搬してくれたんで、ガソリンが2個なくなってしまいました。で、このガソリンをね、とりあえず作らないと、売りに行けなくなっちゃうんですよね、もうそれ以上。この、あと今38回売りには行けるんですけども、この38回以内にお金をどんどん貯めていって、でね、ガソリンを作れるようにならないと、これ以上もう売ることができないってことになってしまいます。で、そこまで行ったことがないんでわからないんですけども、多分、作ったものをもう一回解体しなくちゃいけないと、いうことになる可能性があります。で、ただ、このね、ガソリンを作るのにもね、結構なね、労力がかかるんですよ。で、ちょっと私もまだガソリンを作れたことがないんで、ちょっとこう、うまくこう説明できなくて申し訳ないんですけど、ガソリンを作るのにはおそらくまずですね、絶対に必要になるのがこの製油所だと思うんですよね。この製油所、こちらで、はい、ガソリンを作れますよっていうものがあるんですよ。なんでこの製油所は絶対に必要かなと思うんですけども、で、この製油所を私以前も建てたんですけど、この製油所を建ててガソリンを作ろうかなって思ったら、このガソリンを作るために今度こういうエネルギーですとか、あとはね、なんかこう水だったかな、この給水施設、ドラム缶の水、あとはもう一個なんかね、特殊なやつが必要だったんですよ。なんで初めの段階でね、あんまりこういろんなものを適当に建ててしまうとお金がなくなってきて、で、ガソリンを作れないまま、こう、積んでしまうんですよね。で、私、これで2回積んでしまって、2回街を壊しました。なので、まず何をするかっていうことなんですけど、
ちょっとね、正直合ってるかわからないんですけども、私が2回失敗した段階で、考えられることをちょっとねやっていきたいと思います。で、いろんなものを建てるのに、必ずね木は必要になるんですよ。例えば先ほど必要だって、話をしました、こちらか工業用のこちらの製油所、ほらこちらもね、木が10個必要ですよってことなんで、まず、この農場のところからこの木こりの家、こちらは多分確実に必要になってきますので、まず木こりの家を、どっかね適当な場所に、この辺でいいかな、木こりの家をここに建てます。木こりの家をこちらに、はいとポチッと押すと、はい、こちらで木こりの家が建てました。はい。で、さっきね、こちらの人件費50だったと思うんですけども、こちらが80に増えてます。なんでこの木こりの人件費は30ドルなんですけども、それでね、これ一生懸命木こりがこの木を運んでくれてます。でほら、このね、びっくりマークで今、このね、木が10個でいっぱいになっちゃってるんで、これ以上ね、木がこの中に入れられないんで、まずね、この木をどんどん売っていきます。木を売却と。で、お金をガンガンまずは確保すると。それとですね、まず確実に必要になってくるであろうものが、他には、今一生懸命まずガソリンを作ろうとしています。なんで、次にガソリンを使うため、作るために、このまず製油所。この製油所はおそらく絶対必要になってくると思うんですよ。このガソリンを作るんで。この製油所だけは絶対に必要かと思うんで、まずは、この製油所を建てますか。製油所を、ここでいいかな。とりあえずこの辺に製油所を、立てると。はい。で、製油所立てるとね、はい、今この木を10個入れてくださいよっていう風に出ます。そうすると、こっからね、今、ほら、この人が出てきました。この人は建設作業員で、木をね、一生懸命、この貯めてるところから木を持ってってくれます。で、これは木を10個持っていったら、こちらの製油所が完成すると。なんで結構初めはね、少ない人数で、ちょっとこう容量が悪いんですけど、あんまりね人を増やしすぎるとこう人件費がどんどん増えてしまって、私ねガンガンねいっぱいいればいるほどこう効率ええやんと思って、こうねこういうおっちゃんとかこの建設作業員とか木こりもねめっちゃ増やしたんですけど、もうコストがね確か200、300ぐらいいっちゃって、ガンガンお金減っちゃってたんですよ。なんでお金が全然たまんなくて積んじゃいましたんで、ちょっとねその辺注意していただければというふうに思います。お、サイロも溜まってきたんで、一回またサイロから小麦を売る。ほらガンガンねガソリンがなくなっていくんですよ。このガソリンが本当なくなったら多分私積んじゃうんで、それまでになんとかガソリンを作りたい。でね、こういう道路もね、作られているんですけども、この道路もただの飾りじゃなくて、ほら、道路をね、歩くとね、歩くスピードが上がるんですよ。で、道路以外のところを歩くと、スピードがこれだけ遅くなるんですよね。で、道路を走ると、はい、こうやって速くなるんですよね、スピードが。なんで、こういう道路の配置も結構重要で、自分のね、好きなように、こう道路をこう、うまくね、効率よく、このおっちゃんがいたら、このおっちゃんがこう農場をやってくれてるんで、この農場とね、でこの農場にはこう水も必要なんで、こっからね、井戸から水を持ってきてくれます。なんで、この農場とこの井戸をね、なるべくこう近く置いてあげるですとか、このおっちゃんの家とこのね、農場を近くに置いてあげるですとか、まあ、そういったことで考えていくことも結構必要ですね。はい。これでね、今、この建設作業員の方が10個木をこう持ってきてくれたんで、今、作られています。はい。完成しました。で、じゃあこれでね、製品というところタップしてもらって、はい。ガソリン。これで、ガソリンを、
を作れるんですけども、おそらくこのガソリンを作るためにはエナジーっていうものが6個、あとウォータードラムっていうものが2個、あとはペトロレウムっていうのが1個必要になるようです。なので、こちらを作りたいんですけども、まずはこのエナジーから作っていきたいなと思うんですけども、このエナジーがね、確か風力発電でいけたはずです。なんで、工業用のこちらかな、風力発電、こちらで、エネルギーを作れると。で、エネルギーを作るのはいいんですけど、今度はね、このエネルギーを保管する場所が必要なんですよね。それも私知らなくて、勝手にね、エネルギーだけ作ったら、エネルギーを保管する場所がなくて、作っても作っても保管する場所がないという状況になってしまったんで、初めにエネルギーをね、保管する場所が必要になるんですよ。それがおそらくこの倉庫なんですよね。倉庫で、ね、工業製品を20個まで保管できますよと。他にね、エネルギーをこう置いておけそうなものがちょっとなくてですね、この燃料貯蔵庫も石油、ガソリン、ジェット燃料を保管できますよって書いてあって、こちらにはね、先ほどのエネルギーは保管できないんですよね。なんで他見てもらうと多分ないんですよ。なんでこの倉庫かなって思うんで、ちょっとこちらもね、建てていきたいと思いますので、この倉庫、とりあえずこの辺でいいかな。この辺に。倉庫はみんなまとめてこの辺でいいか。この辺にじゃあ倉庫を建てます。はい、建てると、こっから建設の作業員の方が出てきて、木を持ってってくれると。だから結構お金がね、ほら、ガンガンなくなっていくんですよね。なんで結構効率よくね、ちゃんとこう、ものを作っていかないと、普通にお金が足りなくなっちゃいますね。はい、倉庫が完成しました。ただおそらくここの中にエネルギーが入れられるんじゃなかろうかと思いますんで、それではね、風力発電の方を今度は作りたいと思います。風力発電は工業用から、で結構ね、建てるものによってはね、道路の脇に設置しなさいよとかっていうルールがあるんですよ。このように道路の近くに設置してくださいっていうものがあるんで、結構道路っていうのもね、必要になってきます。こちらの地形の方から道路設置してもらって、道路の脇にね、物を建てていくと。結構適当な場所に建てられてなかったりするんで、ちょっと注意してください。で、じゃあここに、風力発電。はい。風力発電できました。で、このね、風力発電を、で、発電して、はい、このように今ね、エネルギーを作ってくれてます。このエネルギーを作ってくれるんですけど、今度は、このエネルギーをね、回収する人が必要になります。なので、ちょっと道路がね、このね、木とか結構邪魔なんですけど、このね、木をね、切るのにもね、だいぶね、お金がかかるんですよ、これ。ほら、削除にこう2万円とかかかっちゃって。ここがちょっとね、ネックなんですよね。木がいっぱいあって、木こりがね、いるんで、ガンガン木を持ってきてくれるんで、木はね、ガンガン溜まるんでいいんですけど、こう街をね、作るにあたって、こう木が結構多すぎるとね、この木をこう切るのにお金がかかってしまうというデメリットがあるのが、まあ森ですよね。なんで、とりあえずなんですけど、もうこの辺にね、ちょっと一回道路を作るしかないかなと思いますんで、ちょっとこう不格好な形になってしまうんですけど、この辺に一個道路を作りますと。はい。この1個ね、道路を作ることによって、この四方にね、何かこう、施設を作ることができます。でね、これたまにあるのが、お金今ね、私今回収したんですけども、回収されてないことがたまにあるんですよ。
これちょっとこれバグなのかなって思うんですけど、たまにね、私今回収して2500円ぐらいもらったはずなんですけど、ほら増えてないんですよね。ちょっとこれは謎な面がちょっとあるんですけど、はい、なんで今ね、今280円毎回かかってしまうんですけど、お金私100円しかないんで、これどうなってしまうのか、この場合は。みんな働くのをやめてしまうんですかね。あ、みんなやめちゃった。みんなほら帰っちゃいました、家にほら。そうすると、どうすることもできなくなっちゃうと。なんで、売ってお金を稼ぐ。なんとか、今小麦が10個あるんで、小麦をじゃあ売りますか。ちょっとこのバグがあるのはちょっと修正してほしいですね。これね、前もね、2回ぐらい待ち立てて、何回もちょっとあったんですよね。お金がこう回収されないというバグ。で、星もね、溜まってなかったりするんですよ。なんかこう、6、7回に1回ぐらいなんかそのバグがあって、ちょっとこちらは問題点かなというふうに思いました。さあ、今度は回収できるかな。ポチッ。あ、今度できましたね。ちゃんと増えました。で、お金が入った瞬間に人が働き出すと。ここなかなか現金な人たちですね、みんな。まあ、そりゃそうか。お金もらえないとね、それは自分だって働きたくありませんし。お金がただちょっと欲しいけど、全然木をあと2個貯まってくれればまた木を売れるかな。いやー、なんでこのゲーム結構難しいんですよね。このままなんかガソリンがうまく作れるかもちょっとこう疑問ですんで、ちょっとね、これで少しプレイしてみたいと思います。はい、ちょっとね、進めてみたんですけども、今ね、先ほどこちらの労働者の家を建てて、あと倉庫をね設置して、そうするとね、この風力発電したエネルギーをね、この労働者がエネルギーをこう持ってくれて、それをこの倉庫の方に置いてくれました。なんで、この倉庫はね、おそらく合ってましたね。で、この倉庫から今度エネルギーを、でもここからね、博士のような人が出てきて、博士がここからフィューっとね、エネルギーを持ってってくれました。で、今ほら、エネルギーがね、2個溜まっています。なので、あとはね、このウォータードラムっていうのは、こちら、給水施設っていうので、このウォータードラムっていうのもまた多分できると思うんですよ。で、ウォータードラムがこれでできて、で、あと必要なのがこのペトロレウムなんですけど、このね、ペトロレウムがどうやって作るのかがちょっとわからないんですよね。ちょっと怪しいなと思っているのが、こちら、この送水ポンプ。だいたいこの風力発電、送水ポンプ、給水施設って、このなんかこう並びが、これみんなこのガソリンを作れるなんかこう並びなんですよね。この風力発電でエネルギーを使って、この給水施設でこのね、ドラム缶の水っていうのを使うんで、この送水ポンプが怪しいかなって思ってるんですけど、これがね、また3万円するんですよ、これ。3万円して、給水ポンプもね、給水施設も1万円して、ただお金が結構これだけね、施設を建てていって、まあ必要なね、施設しか建ててないんですけども、今、まあ実際これ340円毎回かかってしまってるんで、お金が全然溜まっていかないんですよね。頑張ってね、キコリが一生懸命木を運んできてくれて、たまにこうね、こう売ったりはしてはいるんですけど、まあ一回これ売ってもね、まあ2500円ぐらいと。あとはこのおっちゃんが頑張ってね、食料を作ってくれたりもしてるんですけど、それも売ってもね、まあ3000円。なんでね、なかなかお金が溜まっていかない。なんで結構これ根気のいる作業かもしれませんね。で、このね、ペトロレウム。このペトロレウムも、実際にこの3万円の作ったこちらで作れるかどうかも正直微妙です。でもちょっとこれが怪しいなとは思うんですけど、まあ、とりあえずそんなところですね。まあ、なんで結
構これね難しいですね。ちゃんとこう考えて一個一個こう計画的にこうやらないとお金がもう全然ないです。これすぐお金なくなっちゃうし、変なもの建てようもんならすぐお金なくなって、でねガソリンも今28まで減っちゃいましたんで、これもね28なくなるまでにガソリンを作れるようにならないとこれまた積んじゃうんでね、これ結構なかなか相当難しい箱庭ゲームかというふうに思います。まあ多分ねこれ私3回目なんであんまり余計なものは建ててないと思うんですけど、それでも厳しいんで、結構ね初めてプレイされる方は大体やり直しを食らう可能性がありますけども、まあ、こういうね、難しいゲーム、ちょっとこうやりがいあるなと思われた方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ゲームはね本当非常に面白くて、こううまくねこう軌道に乗せられればね、こうもっといろんな労働者をこう配置してガンガンね人がこうわーっと動いて、あとはいろんな貿易をね海から貿易したりですとか、あの陸からもね貿易もっとこう2本も3本も増やしてガン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 こう流通させていってね、お金を増やしていくっていうような稼ぎ方もおそらくできるのではないでしょうか。まあ、ただちょっとね、この一番初期の段階がかなり苦労する頃かなと思いますんで、うまくねこう効率よく、まずは多分ガソリンを作らないとどうしようもないと思うんで、ガソリンをいかに効率よく少ないお金で作れるか、そちらが結構重要になってくるかと思います。こちらねパソコンからでもスマホからでもプレイできますんで、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回の動画は以上になります。またねちょっとこちら進めていって、街が発展していきましたらご報告させていただきます。はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。